はい、目覚めまして、500ミリリットル血液抜かれます毎回。特殊な血液なんで、これを武器にできますんで。それで抜かれるわけですね。はい、起きました。おはようございます。血液採取チェック。はい、で、ちょっと説明をしますね。はい、このゲームは、ノーマン・リーダースさん演じるサム・ブリッティスを、はい、プレイヤーが操るゲームなんですけども、はい、カットシーンは当然ノーマンさんにサムを演じてもらいます。でゲーム中はどちらかというと自分なんで、はい、自分がサムでサムがノーマン、ゲームなんで、はい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 、なんでブツ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 、ね、ノーマンというサムをブツブツ言うんですけど、それが、はい、プレイヤーとシンクロするようなことを言います。はいはい、でもやっぱり自分が操作してます。でここは違います。自分はカメラを操作します。なのでサム、ノーマンを見る、ちょっとギャルゲーみたいな、ノーマンあるいはサムと遊ぼうという、ここ休憩するとこなんで。なるほど。まあストーリー、まあ、ちょっと進むところもありますけど、冒険中ここで休んでちょっとサムと遊ぼうと。なので自分は今プレイヤーはカメラを動かしてます。で今サムがシャワー浴びたい、あ行きたいって今やったんですか。入れてくる。これ命令しないといけないんで彼は。なんでここは自分は魂というか彼を操作するんじゃなくてカメラを操作する、そういうとこです。お分かりします。はい、ですごい。プログラムで、彼を見たりすると、はい、結構いろんなことをリアクションをしてくれます。例えばズームします。はい、ものすごい数のモーションを撮ってますんで。これだからノーマン自身やってるんですか。そうですね。で、これはパフォーマンスキャプチャーで、はい、ノーマンと僕でアイデア出しをして、もう脳みそ焼けるぐらいまで撮りましたんで。いや、なんかやりそうな動きですよね。はい、どちらかというとですね、クールな役柄なんですけど、ここはあんまり皆さんが見たこともないノーマンのキュートなところを、まあ、見ることができる。はい、例えば足元をズームします。まあ、リズムを取ったりとか、お、まあ、ものすごく仕掛けがあるので、まあ、ゆっくり楽しんでいただいていいんですけど、例えば股間をズームする。これももう一回しましょうか。もう一回ズームする。はい、ちょっとまあサムちょっとねやめてくれと怒った顔しますね。はい、あ、なんかどうですか。あ、シャワー入れてくれ言ってますけど、はい、本当だ、お願いしますね。でもう一回ちょっとズームします。はい、で本当はですね、ここで中指を立てるんですけど、今日は東京ゲームショウなんで、はい、帰省してます。はい、お気遣いありがとうございます。はいはいはい、もう一回行くと、あ、まあこういうこともあるんでですね。ここはプレイヤーはカメラを動かすというモードですね。で、いろんな設備がありますんで、ちょっと紹介、ちょっと洗面台行ってくれって言うんで行きましょう。コマンドです。洗面台を押すと、はいはい、サムが行って。洗面台で、ここはですね、いろんなモーションを仕込んでおりますので、アナログスティックで倒すとそれが出ます。顔洗う、ちょっと顔を洗いますね。洗いました。お、顔洗いました。はい、なかなかね。じゃあちょっと違うなんかモーションを。あ、ちょで、はい、これですね。シャッターを押せるんで、好きなサム、好きなノーマンの顔をここで撮ると。で、ここに右下に出てるのはそのプレイヤーのような状況なんですけど、これによっていいねの数が変わります。で、戻してください。はい、今何いいねですか。39いいね、結構いい数字ですね。ちょっともういろいろしましょうか。もうちょっと、おお、で押して、後頭部を取れると。これはノーマンのアドリブで、なんかよくわからないんですけど、アドリブでこの動きはこう、セットを作ってずっと朝から晩までこればっかり僕ら2人でやってます。はい、はい、ちょっとはい、でこれがいいねが1。ああ、まあね、あんまり良くない、顔が映って長いから。はい、ちょっと戻りましょうか。このようにここは旅で疲れた、
プレイヤーとサムを癒すところです。癒されますね、はい、これは。で、まあ、さっきからシャワーを浴びたいと、うんうん、ウインクしましたね。ウインクしてくれます。こう見てると何かしてくれます。はい、であのシャワーはこの間浴びましたんで、はい、その下にあのユニットバスと一緒なんでトイレがついてます。で、あのシャワーはこの間見られた方いますけど、体にあのステンシルっていうのついてますよね、うんうん、あれ死者の手形なんで、はい、ゲームオーバーというかあの、ボイドアウトするとあの世に行って帰ってくるんですけど、はい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 、その数がつくのでプレイヤーによって変わります、はい、じゃあちょっとトイレ行きましょう、小さい方ですね、はい、これあの膀胱に溜まってる溜まってないであの量が変わります。はい、びっくりした。これねちょっと今赤いじゃないですか、はい、これ武器になるんですけど、これは血尿です。血尿、でものすごい疲れてると血尿、これレアでんですけど、レアレアなんですか今の、はい、まあ、昔僕はあの血尿出てましたけど何の話ですか、大丈夫ですか、上から下から出てましたあのこれですね、サムは特殊な体液を持ってるので、はい、あの世に行って帰ってこれるので、はい、彼の老廃物とか体液とか全部武器になるんです。なんでシャワー浴びるおしっこするとかすると全部それが武器になります。でさっき出たやつは特に血尿なんで、はい、強力な武器です。はい、いや、じゃあ次ちょっとまあ大きい方行ってみましょう。言葉を失います。これもあのお腹溜まってないと出ませんので、はい、あこれライドとのコラボで本当だ、はい、バイクの音が本当だ、はい、あちゃんと消音してくれるんですね。でこれは4本出ました。結構溜まってたんですけど、これもキャッチャーゲイザーに効きます。へー、なんでここで出た武器はあのプライベートボックスに入ってますので、はい、自動的になかなか微妙な心境ですよね、はい、そういったものを持ち運ん で、ですね、あの彼本当にあの珍しい体質なんです、はい、でその彼の血液とか体液が、BT に効くっていうのが分かってきて、ここで、まあ、それを手にして戦う。でちょっとさっき行きましょうか。あの傘みたいなのがありますけど、これはあんまり詳しく言えませんけど、これは、まあ、いわゆる、何でしょうね、ファストトラベル、あのオープンワールドである、これで行くとちょっと行けたりするんですけど、あんまり詳しくは分かりました。はい、で、見ますね。あサムもちょっと 見ようって言ってますけど、これあの、装備棚ですね。で自分が持ってる武器装備、あるいは作れる変えられるプリンターで作れる武器装備が並ぶようになってます。今全然持ってないんで、これずら最終的にはずらっと並びます。なるほど、なるほど、そうです。あであの背中にこのアンダーウェアというかベスト着、これアクロニウムさん、エルロさん、あのエルロさんにあのデザインしてもらった、はい、かっこいいですよね、はい、これがそうなんですけど、はい、じゃあちょっと武器棚行きましょうか。でまあ左の方から、まあ全然ないです、下にちょっとズームして、これ回転、はい、いろんな、これあのグレネードですね、うんうん、はい、まあこれはミュールとか、テロリストとか、まあ、使ってもいいですよと、はい、で真ん中がこれが血液グレネード、あサムの血を使ったやつですね。これでゲイザーキャッチャーをまあなんか戦ったりできる、さっきのですね、はい、そうですね、はい、はあはあ、あ、はいはい、で右のやつがさっきのですね、シャワーを浴びた後とかに作られる、これがそうです。これ血尿が入ってます、説明が書いてありますね、はい、わー、はい、見たい、はい、ちょっと引いて、で、ちょっとまだあんまり武器はないので、一番上の白いやつ、これが、木曜日にキャッチャーを最後倒したハンドガン、はいはいはい、で、で真ん中がミュールとかゲイザーを縛ったボーラガン、紐が出るやつですね。よく見るとこういうデザインなんですね、はいはい、で、一番下がアサルトライフルで、まあ、これはまあテロリストミュールとか、まあ、使っても使わなくてもいいっていう。で、武器なんですけど全部オレンジ、紫、ブルー、黄色とか、はい、カラーリング、これはあの工具をイメージしてます。武器というより、はい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 、彼ブルーカラーなんで、うん
まあ、そういう感じですね。なるほど。でどん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 オープンしていくとここに武器装備が並びます。はい。で次はちょっと BB がいますんで、はい、BB 見てみましょうか。ここで仲良くなるチャンスなんで。はい、ちょっと怪しみましょう。はい、あかわいい。うわ、怖っ。これ悪夢。あのちょっとうたた寝をしてしまったサムみたいな。全然受けてませんけど、あのこういうあの仕掛けがいっぱいありますんで楽しんでください。ちょっともう一回ちゃんとじゃあ CB を愛してみましょう。いや小島さん、流れが急すぎて受け止められないですよ。はい、怪しいこと。これでこういうことやってると親密度が高まるので仲良くなれます。あ、なんか眠たいみたいな。もう一回来てみますか。はい。で、BB は嬉しそうにしている。なんとなくドラクエ風。はい。もう一回行きましょうか。はい。おお、なんか反応します。いい子だ。うん、はい、こんな感じで。はい。かわいい。はい。で、次はじゃあ、バックパックが見えてますけど、これカスタマイズできるんですよ、実は。お、はい、そこをやってみましょうか。でまあこのままでもいいんですけど、はい、デスストはその武器装備が全部荷物になるので、はい、ここにポーチとかつけるとその分多く運べるんでちょっとやってみましょうね、はい、でグレネードポーチ、まあ、これもっと増えます。でちょっとグレネードポーチを、回転させたり、これで自分でレイアウトできます。でこれ1個に15個ぐらい入るので、これでまあ自分でレイアウトして、まあ、グレネードポーチばっかりつけるとものすごい数持てます。はい。で他にもバッテリー、これはバッテリーが増えるんで、これは横にしたりとか。結構大きいですね。はい、そうです。ちょっと大きいんで、はい。あとユーティリティポーチはこれ血液パックが入るので、こればっかりすると血液パックばっかり運べます。で人によってスタイルが変わってくるんで、はい、でこの他にもいっぱい追加されます。で、あとアクセサリーっていうのがありまして、左にこれは今2つしかオープンしてませんけど、はい、テルテレ坊主、それから風車、うんうん、まあ、いっぱいつけます。でそれぞれ効用があるんですけど、はい、あのいろんな人に会ったりいろんなことするとこれが手に入ります。でテルテレ坊主は今皆さん知らないでしょ。そうですね、あんまなかなかあんま知らないですよね。雨が降るぞって遠足に行く前に前の晩にこれをノック下に吊るすと、うん、雨が降らないかもというまじないみたいなものですけど、ありましたね。これをちょっとつけましょう、はい、これをつけると雨が降りにくくなるので現在に合う機会がちょっと減ります。あ、本当にちゃんとそういった効果もあるんですか。はい、あります。で、ちょっと色も変えてしまいましょうか。はい、これ本当はもっと色増えていきます。今こんだけしかないですけど、まあ蛍光色とか人気ですけど、まあ、ちょっと赤に、赤にしましょうか、うんうん、はい、赤にして、でちょっと回して見てみると、まあなかなかおしゃれな、はい、これで決定です。わー面白い。赤で決定をします。すると赤になってます。はいね、はい、本当だ、ちゃんと変わりましたね。はい、次はテーブル、テーブル行ってみましょうか。はいはいはい、でテーブルもあのフラグによって乗ってるものが変わるんですけど、まあ、今日はこんなもんですね、はい、で右にこれ虫です。ゲーム中で食べてたあのフラジャイルが好きな、これフラジャイルが持ってきてくれてるやつですね。でこれちょっと食べてみましょう。いや見た目が結構、はい、これ食べると鉄分が増えるんですよ。はい、まずは一個サムが食べます。はい、フレード、もう一個ぐらいいきましょうか、はい、ちょっと嫌そうな感じ。もう一個どう。あ、逃げてる、みんな逃げてる、はいはい、あこれ、はい、
はい、これはあのノーマのアドリブです。はい、で、ではルーデンスサングラスをちょっとかけてみましょうか。すごい。はい、こんな感じですね。かっこいい。ちょっとメガネ変えてますか。はい、じゃあ、サングラスに当てたたいてますけど、はい、行ってみましょうか。はい、これは JA プレイさんとのコラボのサングラスです。はい、はい、で、あ、似合いますね。はい、どうですかね、サムは。ああ、いいねしてますね。どうやってくれ。じゃあちょっと帽子かぶりましょうか。ブリッジスのこれ、あのコジプロブースで売ってますんで。はい、これノーマンがですね、帽子が似合うんで、はい、はい、めっちゃかっこいいですね。あ、いいですね。はい、これね、お揃いで被れますからね。今ね。はい、おい、お、あ、まあまあ、な、洗面台言ってますけど。洗面台色変えてからいきましょうか。はい、ね、ちょっとこれ色変えれるんで、ちょっと変えてみましょうか。はい、でちょっと下見て、このブーツは、これレベル1なんで、どんどんごっついやつに変わってきます。これ先ほど色変えたやつですね。じゃ耐久性とかも上がっていったりとか。そうです、壊れにくくなったりとか滑りにくくなったりします。はい、でちょっと押してくださいね。で、ここも今3つぐらいしかないですけど、まあ、色を変えましょう。はい、帽子これも色も増えます。 赤にしましょうか。はい、赤で、サングラスは、何色をしますか。あ、白にしましょうか。で、普通のレンズに、メガネ好きの方のためにこれで。あ、これでいきましょう。はい、お、はい、赤は似合う、似合ってますよね。見たい見たい。はい、あ、似合ってます。はい、ちょっと洗面所に行って、当然あの CG なんで、あの全部見れます。すごいすごい、はい、あ、ちゃんとメガネになってますね。そうですね。でちょっとじゃあまたなんか出ました、これ。あ、すごい、ゲッツ。これですね、ノーマンもしてたんですよ、ゲッツ。本当にこの、はい、ゲッツ、はい、これはいい、いいねはなんぼですかね。結構45も来ましたね。はい、でもまあこんな遊び方。はい、戻りましょうか。はい、ナイスタイミングでシャッター切りましたね。次は後ろのかな。え、こっち、はい、そっち行く。あ、そっち行きましょう。じゃあ、あの後ろにじゃあ端末があるんで、はい、これあの手錠端末っていう普段してるやつと、はい、まあまあ、ほぼ同じものが機能があります。ちょっと行ってみましょうか。はい、で、ここでいろんなメニューがあります。でオーダーっていうのが、今プレイヤーがオーダーしているメインミッション、サブミッション、それから他のミッションもありますけど、それのどれを受注してどの段階かが全部分かるやつですね。はい、で、このゲームですね、いろんな人と出会ってつないでいくとメールが来ます。ゲーム中に端末にメールが来て、あのゲーム中で見てもいいですし、このプライベートルームで見てもいいですけども、ちょっと開けてください。ネタバレがあるんで、まあ、3人しかいませんけど、こういう、お、まあ、感謝のメールとかヒントとか、はいはい、そういうのが来ますんで、あるいはここでメールを受注、あの発注してくる人もいます。この人は時宇農家っていう人なんですけど、はい、ビールを運んでくれるって運んできたんで、今ビールがテーブルにあります。はい、で他、はいですね。で、ここの名前の横に星があると思うんですけど、はい、この星マークが多いほど親密度が高い。なるほど、それは見えるんだ。そうですね、上がっていくと関係が良くなって、いろんなことができるようになるっていう。はい、
ます。で、この下がこうデータアーカイブっていうのが、繋いでいくと各地に断片的に残っていた記録がどんどんここに集積されますんで、これを見ていくとよりデストランディングの世界観が分かってくると。なるほど。ちょっと中見てくださいね。結構濃いんで、いろんなことが書かれてるんで、こういうの好きな人は、はい、ここ見てもらっていいと思います。いや、読みたいやつ。用語の解説とかもありますんで、うん、はい、これもものすごい数入ってます。はい。で、続いてブリッジリンクっていうのはですね、自分と世界中にいる別のサムとつながります。いいねのやり取り、はい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 、でその人たちとの関係が分かる、まあ、モードですね。この人とはこの関係、この人とはこの関係という、うんうんうん、でそこを見て、まあ、関係を深めたい人がいればストランド契約っていうのができるんで、フレンドじゃなくてストランド、ストランズ、そうすると、まあ、もうちょっとよくいいことが起こるみたいな。そうなんですね、はい、で次行きましょうか。これはミュージックプレイヤーですね。あ、はい、ちょっと中入ってもらって、ここで曲はどんどん増えていきます。今ローローアの曲とか、これはまあ昔 E3 のトレーラーでかけたやつ、はい、あとサイレントポエットさんのこの間かけたやつ、そして星野源さんのこの名曲、まあどんどん曲増えていきます。でこれミュージックプレイヤーと一緒なんで、まあリピートしたりいろいろできます。でこれかけながらなんですけど、次はこれはセーブロード設定ですね、うんうん、でもう一個がこれ自分で作ったプライベートルームなんで、はい、色を変えることができます。色を変える、ちょっと色をでこの色を指定すると他の人が入った時にこの色が見えます。なるほど、はい、ね、ちょっと色を変えて、これ結構いい色なんですけど、はい、ここはプレイステーションなんで、はい、青にしましょう。ありがとうございます、はいはい、ブルーでもうちょっとかな、こんなもうちょい濃い、こんなもうちょい濃い、こんなもんこんなもん、はい、これでいきましょう、はい、これ作った人しかこの部屋の色は変えられないんですか。そうです、そうです。なるほど、なるほど。なんで入ったら色が変わってて、でそれでいいねをもらったりできるので、はい、で曲名出てます星野源さんで、後ろにフィギュアを見るっていうのがありまして、はい、後ろにフィギュア棚っていうのがあって、ちょっと見ましょうか、はい、あ、はい、これがですねいい、進行していくとどんどん増えます。下の段もで、もうちょっとするとここにあるモードが出現するんですけど、はい、これちょっとまだ言えませんけど、まだね、ある特定のファンの方は多分ここばっかり来ると思うんです。まあ、これ以上言えません、ね、はいはい、ニヤッとしちゃいましたね、はい、ちょっとじゃあ、はい、でフィギュアもテーブルの上に乗ったりします。へえ、はい、で、まあ、ちょっと先ほど特急農家のメールあったんで、はい、ビールを飲んでみたいと思うんですけど、普段はここモンスターの缶が並んでます。でも世界最速のビールが今は、はい、でちょっと飲みました。1本目、はい、もう1本いきますか。もう1缶、飲んで酔っ払うとちょっとやばいことになる、その手前で止めたいと思うんですけど、もう一回いきますか。もう3本目、はい、普段はモンスターなんで大丈夫なんですけど、はい、ちゃんと減るのがすごいですね、はい、これ膀胱に溜まるんでね、またああこれもノーマンのアドリブです、はい、でこれ以上飲むと暴れたりするんで、ちょっと今日はやめてますけど、まあ、回復するもうすでにちょっとね行動がいい感じになってましたよね、はい、感じですね、はい、へえ、もうおおいいんですね、ありますよここに、あ、はい、はい、モンスターがここにありますよ、
あ、モンスター持つんです、はい、はい、モンスター、はい、一応ね、これもあります。コラボ商品でこちらの方にあるんですけども、ね、はい、あの一番最後でね、改めてまたご紹介しようかと思いますけれども、はいはいはい、じゃあ、そろそろ外に出ましょうか。いいんですか、はい、あ、なんか嫌がってるんですけど、嫌がってますか、え、でも、はい、出ます。で、服着替えて必ず BB と接続します。すると BB の記憶が逆流します。必ずフラッシュバックが入ってきます。で、ここでクリフ・マッツさんが出てきます。うわ、これですね、マッツファンの方はまあすごい回数入ると思うんです、はい、毎回フラッシュバックでものすごいマッツが見れるんで。ものすごいマッツ見れるんですか。ストーリー上に重要なものもありますけど、ちょっと大丈夫だよ、いいワインが手に入ったんだ。バタールモンラシェグランクリュー、大人になったら一緒に楽しもう。乾杯、リサと君に。いいね。はい、大丈夫この後に何か起こらないですか。ね、まあ、あそこでマッツファンの方は楽しんでいただける仕掛けがいっぱいありますで、あれが何なのかっていうのをゲームを解いていくと分かります。あ、そうなんですね、はい、意味がちゃんとあるんですね、はあります、はい、でこれ自分が建てたとこなんで、こういう荒れ地にあります。で、自分でカスタマイズができるっていうのをちょっと見せたいと思います。はい、で、建物の強化、これはねレベルを上げれるんですよ、レベル1、2、3とかで、はい、上げる場合はここにいろんな素材を入れるとレベルアップしてます。で、これは人の、建てたものでも他の人が入れることでレベルアップします。はい、はい、でもう一個下ちょっと消えてますけど、これ修復っていうのは、はい、建てたものも、タイムホールが降るとどんどん溶けていくんですよね、うん、で溶けていくのを、修復するっていうコマンドなんで、これほっとくと溶けてしまいます。あら、なんでまあ皆さん心配されてますけど、はい、世界中にいっぱい物が立つんじゃないかというのはあんまりないです、時間とともに。なんでこれを残したいというのがあれば修復を続けないといけないです、はい、そこはね、もう一個、これカスタマイズですね、ちょっとやってみましょうか、はい、で、これも音楽をかけれます。これ木曜日にお見せしましたけど、はい、はい、で、あとこういうボイスっていうか音声を、お疲れ様です、はい、お疲れ様、はい、BT がいます、ミュールがいます。これはいろんなキャラクターの声を搭載しておりますので、どんどん増えます、猛烈な数増えます。で、あとホログラムもありまして、いろんなキャラクターのホログラムが使えるようになって、入れ込むことができると。おー、すごい嬉しい、まあ、なんかまあ最初なんでこんなもんですけど、どれしましょうか、歓迎しましょうか、はい、これを入れると、はい、ごめんなさい、はい、まあ要はいいです。で、もう一個あったんですけど、はい、もして、最後に破棄っていうのがありますよね、はい、これはもうこれちょっとやめましょうというのを破棄できます、で、人が建てたやつも破棄できます。失敗して建てたはしご、はい、橋とか、はい、あると邪魔になるじゃないですか、はい、そういうのを破棄していただいていいんですけど、破棄した人の世界の中からなくなります。あ、なるほどなるほど。で、他の人とかなくなりません。あ、よかった。まあ、いないと思いますが、悪意を持って変なところに建てた邪魔をしようとしたものを、まあ、これで消すこともできるんで、まあ、皆さんが心配されている、まあ、むちゃくちゃになるんじゃないかというのはないです、うんうん、でもう一つ言うと、はい、快楽通信をつなぎに行くお話なんで、はい、必ず自分がつなぎます、はい、自分より先に設備があることはないです。つないで初めて振り返るとそこに皆さんの装置が見える。でさらに言うとプレイヤーの、プレイスタイルとフラグによって
こちらでプログラムで制御をしてますので、先に例えばかあの発売から半年後に買ったらもうできへんのちゃうかという心配あると思いますけど、はい、そんなことはないです。なるほどなるほど。普通に遊べるようには調整がされてますので、そこは心配されないということです、はい、よかった。もう疑問が一気に解消されました。はい、はい、じゃあ、こんな感じですね。はい、おお、はい、これはもう自分のためのはい、そうです。あのでまあ、ね、あの言ってくれましたね、今ね。なんか言ってます。はい、行きましょうか。で、歩いて、さっきビールを飲みましたんで、あんまり見せたくないんですけど、まあ、やっぱあれをやれという声が多いんで、ちょっとおしっこをリアルタイムで。え、人がいる、無理だ。あ、これね、人がいるからできない、当然ですよ。もう昭和の時代じゃないんで、人前とか施設のとこでは当然できません。ちょっと離れて、誰もいない。さっきビール何本、3本 ?3本飲んだんで、結構膀胱があれなので、ちょっと失礼します。この辺もうちょっと気を使ってくれるんですね、ちゃんとね。650ミリありますからね、今ね。確かに。おしっこ、これ出てる。カメラで見ようとすると、はい、当然見えないですね、はい、上に行ってもカメラ上に上げて、まあ、見えないです、はい、当然ね、はい、でこれも当然武器になりますけど、はい、まあ、こんなもんですか。ちょっと、はい、あ、ダメなんだ、はい、もういいじゃないですか。で、まあ、なんかキノコが生えました。キノコ生えてますよ。これが世界中の人からも見えますんで、誰がここでおしっこしたかも。でこれにおしっこをかけると本数が増えて大きくなります、はい、でそうしていくと結構いいことが起こるんですけど、はい、でちょっとあの背中向こうに見えて山ありますよ、雪山、はい、あれかき割りじゃなくてあそこ登れます。あそこが一番過酷で一番おもろいところなんですけど。あ、じゃあもう行ける場所なんですね、はい、この見えてるところは。行ける場所、歩いて、はい、バイクでも行けますけど、はい、ちょっと行きましょうか。で歩いていくとなんか温泉みたいなのが、この間木曜日温泉ありましたけど、湯気が出るんですね。あそことは違う温泉ですね、これ別の人ちょっと行ってみますけど、はい、で温泉なんでちょっとおしっこすなということで、ちょっと看板を、看板立てますか。おしっこ禁止の看板もあるんで。あ、あるんですか。はい、ありましたね。あ、はい、本当だ。これで、まあ、こんなもん建てなくてもできないんですけどね。温泉ではできないようになっておりますので、はい、そういうなんかウィットに飛んだことをね、はい、やるのもいいですね、はい、で温泉、これクレーター温泉、胃腸回復の湯。おー、はい、胃腸が回復する、疲労も回復します。いい感じだ。で、まあ、津田さんの声で、うんうん、はい、湯に浸かると、はい、ちょっとあの木曜日の温泉とは違うんですが、まあ、BB も喜んでますよね、はい、で、例の歌を今日は津田さんバージョンでお聞かせしたいと思いますけど、はい、はい、まあ、前はノーマンの歌でしたけど、ちょっと見てみる、うん、あ、なんか誰かいますよ、なんか誰かいますよ、ママですよ。ちょっとズームで見ましょう。あ、見えないようにやってますんで、見ることはできません。見えないんですか。見えないですね、はい、はい、すごい。でここで、コミュニケーションボタンを1回押します。渋いババンババンバン、津田さんのババンババンバンバン、もう一回押して、ババンババンバンバン、なんか愛の手を言ってくれる。もう一回、ババンババンバンバン、もう一回、いい湯だな、はい、もう一回、いい湯だな、はい、あのママが愛の手をくれて、いっぱいいいねもらいました。あの津田さんバージョンのババンババババババ、いい湯だなですね、はい、すごい。ということでこんな感じです今日は。ありがとう、はい、